始めよう。これでいいのか？これでいいのか？カット。これは呪いを呼び寄せる呪物なんだ。なんでそんなものがうちに。コネと金さえあれば人なんて簡単に呪い殺せるんだよ。心当たりはないかい？君や母親を恨んでいる人間、もしくは金と暇を持て余した薄暗い人間に。君の考えている絵図が描けるといい。大丈夫じゃないかな。純平が宿儺の器を引き当てた時点で流れはできてるんだ。二人をぶつけて虎杖悠仁に宿儺悠依の縛りを課す。出た本音、殺してやる。倒す。君じゃ俺に勝てないよ。さっさと変わんなよ。宿儺にさ、無意転転。俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す、二度はない。武をわきまえろ。
知れ者が。変わんねえよ。